では、シルバニアによる若手エンジニアたちの暗くするメリットがない感じがするんで、うん、デメリットしますゆるふわ重要。ゆるふわ重要。はい、ちょっと最初に言わないと忘れそうなので宣伝です。こういうことです。お、はい、早い。でですね、実はですね、10月に高校というものが開催されます。私高校の中の人なんですけれども、やっぱ仕事終わったら次はパイコン必ず来てください。大事なので2回の。パイコンの宣伝の方が長いと。チケットは発売中ですのでこちらから。持ち込んでください。こっちの方が大事です。大丈夫なんですか、それで。大丈夫です。なるほど。はい。で、このコンテンツについて少しだけ説明させていただければなというふうに思っております。コンテンツだ。ですね、このコンテンツはそもそもですね、あまりベテランの人多いんじゃないかというような一言から始まりまして、社内の何人かで企画をして、このような図鑑会を開催することになりました。でですね、この登壇するメンバーで非常に入念な打ち合わせをしまして、でですね、すごい入念感ある。今日の会なんていうような次第になってます。で、ちょっとですね、みんなむっちゃ緊張してまして、私もむっちゃ緊張してるんですけど、吐きそうなんですけど、ヘルプアート、あまり堅苦しくない形で、ざっくりしたお話ができればなというふうに思っております。でですね、途中のツッコミも大歓迎ですので、うん、ぜひツッコんでください。私の心の余裕がある限り、このアクシアジア T のハッシュタグを追ってますので、そこで質問していただければ、できるだけ拾えばなというふうに思っております。で、とはいえですね、みんな 若者なので、ちょっと温かい心で見守っていただければ、非常に幸いでございます。はい、というわけで、今日はですね、ざっくりこのようなトピックスでいければなというふうに思っておりますので、ちょっと私は移動します。よよよよよよよ、はい、ちょっと待ってください、はい、準備が、はい、というわけで張り切っていきたいと思います。では一方、まず登壇者の全員の自己紹介をお願いしたいと思っておりますので、じゃあ私の隣からよろしくお願いします。よろしくお願いします。株式会社 DNA から来ました、森健太です。ゾン公園っていう ID でなんかやったりしてます。で、2014年に新卒で、DNA に入社して、で、研修半年ぐらいやった後、ショールームという、配信サービス、動画の配信サービスのチームにアサインされて、でそのまま今もショールームの開発に携わってます。好きな日本酒はバクレンです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、パピックスです。今私はパピックスです。今私はガイアックスという会社にいまして、僕もゾン公園さんと同じ去年の4月入社で入って、まあ3ヶ月ぐらい研修を受けて、今4つぐらいやってて、1つは技術基盤チームっていう、まあなんかこう社内基盤作ったりとかするところ、もう1個が技術推進室っていう事業文化を作る、エンジニア文化を作る部署で、3つ目がリアクティオっていう、まあさっきいろいろ出てたあれの開発やったりとか、あと最後にパーニア挙式っていう勉強会の主催とかもやっています。よろしくお願いします。僕実は日本酒党じゃなくて焼酎党でして、好きな焼酎は、黒霧島です。よろしくお願いします。こんにちは、はい、こんにちは、はい、モバイルファクトリーの名前は、ミヒャエルと言います。ミヒャエルです。すごい言いにくい通りなんですけど、ミヒャエルと言います。自分は、隣の2人と同じく、2014年の新卒で入社して、それから、ステーションメモリーズっていうゲームの、バックエンド側を担当していました。最近、チームが異動になって、別のチームで開発しています。はい、好きな酒か、好きな日本酒はちょっとマイナーなんですけど、新潟の、古酒名城っていうところの本庄っていうお酒がすごい好きです。はい、よろしくお願いします。はい、被災地です。
今働いている会社は GMO ペオロっていう会社でして、そこは中途で入りました。2014年に、中途で入りました。で、今やってることはハンドメイドマーケットの、ミディアっていうサービスをやっていて、基本的に、開発しているのは API を開発しています。で、もうすぐ Android の開発を手伝うことになると思います。で、好きなお酒なんですけど、ビールが好きで、ビールは基本的に何でも大好きなんですが、日本酒でいうと、七軒というところが好きです。よろしくお願いします。私も自己紹介するの忘れてたんですけど、モバイルファクトリーで人事をやっているスタートを言います。よろしくお願いします。はい、ではですね、若手と言っているのって、あ、そうだ、ビールあるんだけど。自由そうですね、あまりに緊張しすぎていてですね、そういうものしかないと無理だと。カシュッとね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。こちらにお願いします。あ、こちらに。はい、はい。というわけで頑張りたいと思います。うまい。でですね、さっきちょっとサクッと自己紹介していただいたんですが、若手と名乗ってるからね、本当に若いのかという問題があります。なんで僕の方見るんですか。いまして、皆さんの年齢をまずちょっと聞きたいなと思ってるんですけれども、ピックスさんは。私先日26になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。この、サスペンダーもモゾニオンさんが誕生日のプレゼントでくれたやつなんですよ。なんで今日はちょっとね、おめかししてきました。はい、そういうことだそうです。で、パピックスと同い年なのが、ナイル。はい、ナイルです。あ、僕も同い年。トンコエさんも同い年です。はい、で、久市さん何歳ですか。僕は26歳、僕は26歳なんですけど、早生まれなんで、27歳と思います。はい、なのでここの4人はですね、年齢でいうと同い年で、学年でいうとちょっと1個違う、本当に同世代のみんなでお送りします。はい、でですね、ここの3人が社会人歴がちょうど2年目ですね。で、佐市さんだけ社会人歴か4年目ぐらい。はい、4年目を果たして若手なのかという問題もありますけれども、まあ年齢が若いなら若いということにくくりたいなというふうに思っています。はい、では、最初の、2個目の質問ですね。会社に入る前にパールってそもそも使ってました？いつからパール使い始めました？って話をしたいなというふうに思ってます。じゃあ、今ちょうどマイク持ってる久市さんから。そうですね。僕、プログラミングを始めたのが大学1年生で、で、大学1年生から始めたのがパールだったんで、学生の頃からパールを。最近の学生、私人事で採用担当していて新卒の方もよく会うんですけど、学生の頃からパールって結構珍しい方じゃないですか。そうですね、周りにはほとんどいなくて、例えば Ruby やってる人とかはいっぱいいたんですけど、そうパールやってる人はそんなにいなかったですか。自分で開発をなんかやってみようと思った時にパールを選んだ。もともと掲示板を作ってみたいなと思って、やってみて、なんかちょっとググったらパールの掲示板があるぞみたいな感じで、なんか CGI でみたいな感じで、おこんなのあるんだみたいな感じで始めてみたみたいな。じゃあプログラミングに入った一番最初がパールだったというような感じですか。他に大学社会人になる前からパール使ってたのか、パピックス先生どんな時に使ってたのか。僕も同じで、大学入ってからやったんですけど、プログラミングを。じゃあパールでやったのは大学3年生の時に、研究室がパールで研究をしていて、まあ、それで初めて出会ったって感じでしたね、僕は。はい、なんかパールって聞いた時最初どんな印象を持ちました。パールなんすねみたいな。あんまそのことは言語にこだわりなかったんで、へえパールなんだみたいな感じでしたね。なるほど。あんまりその時はじゃあふんっていう、まあなんか掲示板とか僕も運営してたんで、まあ、あるのは知ってたんですけど、初めて触るなって思ったのはありました。じゃあミハイルは最初は、最初は C あじゃないな、ベーシック、自分多分この中唯一情報系じゃなかったところいたんですけど、もともと何ですか。科学系、ずっと化学やってて、まあ授業でなんか
のベーシックをやるみたいなのがあって、まあ、触ってみたらすごい面白くて、まあ、そこから自分でもちょっとやってみようかなって思って、なんかその頃よくわからなかったんで、どなたから、あーって声が、おっさんの声だ。いや、うまいじゃないですか、できる。まあなんかよくわかんなくて、まあ何でもできそうな C をちょっと始めて、大変変わってて、っていう感じでしたね。パールは、まあ、入社するまでは全然触ったこともなくて、まあすごい持ってたイメージだと、まあ完全にイメージなんで、あの怒らないでいただきたいんですけど、イメージだとなんか古い感じで、よくわかんない、なんか難しそうな、なんか変な敬語がいっぱいあって意味わかんないなっていう印象でした。ちょっと、あのディスってわけじゃなくて、あの確かに、わかるわかる。初見の人の感想という感じが、そんな感じでした。僕もやっぱり、まあそういう印象はあの持ってたんですよね。あの研究室入った時に、まあそういう印象ありつつ、まあやってみるかみたいな感じだったので、やっぱね、当時2010とかぐらいね、まあそういう雰囲気はあったなって感じはやっぱしますね。なるほどですね。じゃあ、トムコーエンさん。はい、僕はもう学生の時全く触ったことなくて、僕学部の時はそもそも情景じゃなくて生命科学やってたので、で、まあ、ちょっとなんかビジュアルベーシックを触る機会とかがあって、その後ちょっといろいろ思うところがあって、情景に終始の間だけ行ったんですけど、まあ、その時も研究とかはなんか使ってたのは C とか Python とかで、ほとんどパールは触らなくて、で DNA に入社することが決まって、まあ、DNA パールの会社だっていう感じで、まあ、パールをちょっと触り始めたっていう感じでした。まあ、なんで僕触り始めた2013とかそんぐらいで、もうすでに当たり前のようにブラックとかがあって、うん、CGI とか知らないですみたいな感じでした。あ、確かにCGI を知らない子供たち。会社入って初めてファスト CGI 行きました。あのこれもよく私人事でいろんな人に聞かれる話なんですけど、パール初めて社会人になって入って、マジなんだこれと、嘘ふざけんなよと、まあ、なんかミハイルとか同じ会社なんでよく知ってるんですけど、最初の頃なんで会社じゃないのみたいなよくディスってたら面白いので、そういうのってなんかこうこれまでやってきたと違ってなかったんですか、東子さん。と僕はあんまりなくて、僕そもそもその元々情景じゃなかったので、なんかそのクソだって思えるほどの知識もなくて、まあこんなもんかみたいな感じで受け入れてたのと、まあ、僕がやり始めた頃にはこうなんかあれいい意味でパールっていう言語も枯れてて、なんかこういろんな情報が調べるとなんかブログとかでいっぱい出てくるので、なんかこうちゃんとした使い方みたいなのをなんか自分で模索しなくても、なんかこう当たり前のように情報が公開されて誰でも見れるような状態だったので、僕はあんまりなんか、まあ、変数よくわかんないとかありましたけど、なんかこう全くなんかよくわかんない感じだなっていう感じはなかったです、個人的には。ありがとうございます。今じゃあそうやって、まあ、パール知らない状態から入った2人がいて、まあ、パール知った状態から入っていて、今って仕事でどんな感じで使ってますかっていうのを、じゃあ喋りたそうな喋りたそうな言ってないですよ。まあ、あの僕の会社は、まあ、ラプシーもスポンサーとしていて、まあ、パールガンガン使ってるんで、まあ、僕は基本的に、まあ、パールで特にサーバーサイドの実装するときはもうやってますね。さっき言ってたリアクティオっていう事業とかも、まあ、パール書いてるんで、まあ、本当にパールでゴリゴリアプリケーション書きみたいな感じですね。日常がパールとあるみたいな感じです。多分ここで唯一使ってないのって久石さんだと思うんですけど。もうパール使ってないです。今は Ruby をやってて、前の会社では、パールをガッツリとやったんですけど、今では Ruby を使ってます。パール懐かしいとかならないんですか？パール懐かしいって、あの久々にパールを見ると、あ、懐かしいなって思って。なんか前久々にパール書こうと思って、ユーズストリクトを書こうとしたら全然打てなくて、ことをやりました。ありがとうございます。まあこんな感じです。本当すいません。めっちゃ緊張してますね。自分でも気づいてます。はい。では、次ちょっと話題を変えてですね、まだ若手ということで、社会人歴も言って2年目と4年目っていうところがあるので、会社入ってからなんか変わったこととか、それをちょっと聞いていきたいなと思ってるんですけれども、まあ、さっき、会社入る前にパール使ってます使ってませんとか、条件にいましたり、今経験したとかみたいな話があったと思うんですけれども、はい、ちょっと結構ガリガリ書いていたミハイルに聞きたいんですが、
多分、はい、会社に入る前も自分で勝手に開発したりとかやってたと思うんですけど、学生の頃、会社に入る前ですね、どんなものを作ってたのかっていうのと、それから会社に入ってこう開発するってなってから、なんかちょっと変わって違うなとか思ったことってあったりしますか？自分は学生の頃は iOS のアプリをちょっと作ってて、そうですね、って言ってもクライアント側で完結するようなものだけだったんで、うん、サーバー そのネットワーク周りの知識は全然なくて、まあ、そういう形でウェブの会社に入ったので、まあ、最初はちょっと不安あったんですけど、なんだろう、まあ、入社してから、まあ、触ったことないパール使うことになって、まあ、そこもどうしようかなっていう感じだったんですけど、まあ、モダンなパールはすごい実は書きやすい感じで、最初に思ってたイメージとは全然違う、すごい変な記号たちも簡潔に書くために用意されてるっていうのを知れば、もうそれは納得で、まあ気づいたら手に馴染んでた感じなんですけど、まあ、どこまで言えばいいんですかね。まあその会社に入ってからっていうと、一人でやってた時と違って、周りにすごい聞ける人がすぐ近くにいっぱいいて、まあ、なんか分かんない時にこれどうしたらいいかっていうのを、まあ、ちょっとググって分かんなかったレベルで聞いてみると、これがいいよみたいな感じなのが、なんだろう、教えてもらえるっていうのが、そこが一番違うところだったなって思います。それも合わせて、なんだっけ、周りに他にいっぱい人がいるから、なんか自分も頑張らないとって思って、学生の時より、開発は、プライベートの時間で多くやるようになったと思ってますっていう感じですね。結構じゃあ会社に入って大きく使ったところって周りの人からの影響、教えてもらえるのもあるし、刺激を受けるのもあるしっていうのが大きいですね。なるほど、思いました。じゃあその隣でうなずいて久石さんにちょっとその話から広げて聞いていきたいんですけど、これまでの仕事の中、まあ今2社経験してると思うので、影響を受けた人ってどんな人でどんな影響を受けたのかっていうところをちょっと聞いていきたいなと思います。影響を受けた人結構いっぱいいるんですけど、まず最初に入った会社が、面白方針開発っていう会社だったんですよ。そこで一緒に働いたのが孫武さんという人で、その人は僕の働き方に一番結構影響してるかなと。どんな風にですか？なんだろう、なんかエンジニアって結構人と話さないというか、あんまりこうなんか関わらずに生きてきたみたいな人たちが結構多いんですけど、多いと僕は思ってるんですけど、なんかそういう感じじゃなくて、結構逆にディレクターと話し、対面で話すとかのというのを結構重要視していて、僕もそれは重要だなと思って働いてます。なるほど。孫文さん、この会場にいたりしないですか？いない。いない。悲しみ。ツイッターでつぶやいてる。孫文さん、すごく影響受けてる。DMA だとすごく人が多くて、さらにそうやって刺激を受けるようなことって多いんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？そうですね、なんか僕は実はなんかチームでなんかこうパールに関して結構こうゴリゴリなんかお互いにやってるみたいなのあんまりなくて、なんか結構研修でがっつりなんか基礎は全部なんか叩き込まれて、まあ、あとはなんか普通に当たり前にやってるみたいな感じなので、あんまり今のチームでそのなんか同行っていうよりは、なんか僕は結構パールに関してはなんか会社に入る前に自分でちょっと使うなら勉強しなきゃなって思った時に、ブログ漁って出てきたようなこうなんか有名な人たちのブログみたいなのの方が結構パールに関しては影響を受けているかなとは思います。まあ、ただなんかやっぱ会社入ってその違うなって思うのは、やっぱこう自分で開発するのと違って、なんかこうなんだろう、例えばその技術何使うかとかでも、なんかこう周りとコンセンサス取っていろいろやらなきゃいけなくて、結局なんか人とのコミュニケーションなんだなっていうのはすごい今実感してます。なるほど。今ちょっと2人引いてみて、人とのコミュニケーションっていうのがキーワード出てきたかなと思うんですけれども、その辺のトピックスはこう人の業務の中で何か感じていることだったりとか、逆に言うと課題に思っていることとか思ったりするんですか？やっぱりなんか会社に入ることっていうのは、そのなんか一人でやることじゃなくてみんなでやることを選んだってことだという話があると思っていて、やっぱりその一人ではできないことをチームを組んでやっていく、だからこそ会社は存在するし、会社にまあ僕らそれぞれの会社に必要と思われて雇われていると思っていて、
なってくるとそれぞれの強みを生かすためにコミュニケーションがすごい大事だっていうのがすごい最近思っていて、まあ、僕もさっきさやさんが言ったみたいにコミュニケーション苦手なんですよ。したくないしなるだけ減らしたいんですけど、やっぱりこう仕事をしてバリューを出してこういい体験をチームとしてもやっていきたいし、そのチームが提供するもので顧客にも感じてほしいんで、やっぱりそのコミュニケーション、まあ、そのコミュニケーションの上に技術があるっていう考え方が最近すごい強くなっているっていうのがありますね。やっぱ技術だけがあっても無理で、チームワークがあるからこそ技術が生きるみたいなのはなんか最近すごい心から感じるところです。めっちゃ優等生なんですけど思いません？みんなすごい優等生なんですけど、逆にちょっと突っ込みたいのが、それイラコミュニケーションで解決すると技術じゃなくて部分があって、そこでこうフラストレーションで考えてたりとかイラッとすることってないんですか？でもやっぱコミュニケーションってやっぱ難しくて、言葉のキャッチボール冒頭とかよくするし、なんか急にねこう剛速球投げてグホッみたいなやっぱあったりとかして、まあ、溜まるとかは溜まるんですけど、やっぱその分溜まる分多分僕も溜めてるはずなんで、まあ、そこはノーサイドみたいな感じで、まあ、考えるところはあるのかなって思いますけどね。その暴走になるのっていうのは対エンジニア同士、それともなんか違う職種の人か、それはどっちもある時はありますよ。エンジニア同士でこうなんか譲れない部分があったりとかしますし、こう技術とその実装とか仕様というかその作りたいものの間でこう揉みたいもしますし、まあ、やっぱそれを乗り越えていくのがやっぱ仕事なんで、まあ、頑張るしかないよっていう、感じですね。すごい、思ったよりすごい大人な答えが返ってきて、いや、まあ、若手ですけど大人ではあるんで、はい、いいこと言った。皆さん成人してるので大人なんでね、はい、お酒も飲める年齢、そうお酒も飲みますからね。ちょっとその話のところの続きでさあ久井さんに聞きたいんですけれども、多分コロナ禍で唯一2つの組織を経験してると思うんですけれども、なんかそのコミュニケーションだったり仕事の進め方みたいなところでこう違いを感じたりだとか、例えば転職して違う環境に行ってからちょっと戸惑ったりとかっていうのあったりしますか？1社目は、まず基本的に1つの箇所に集まって働いていて、まあ、横浜で働いてたんですけど、そこでこうチームがあってみんな対面でちゃんと話せるっていう感じだったんですけど、今の会社だと、福岡と東京みたいな感じで分かれてて、同じ事業部なんですけど、チームは違うけど、ウェブ側のことをやっている人たちが福岡にいて、僕は API なんですけど、一応サーバーもその側じゃないですか。そのサーバーをやっている人たちが、東京の僕と、で福岡なんで、ウェブをやっている人たちって感じで分かれてるんで、そこが結構前者と比べると違うところですね。リモートでやってるっていうところは、そのリモートでやっていく中で、まあ、今の会社の中で多分物理的な距離があるとコミュニケーションが難しくなる部分がどうしても出てくるかなと思うんですけど、そこをなんか工夫していることとかあったら教えてもらえますか？そうですね、最初は本当に戸惑いまくって、相手も多分そんな慣れてなかったんで、僕はすごい戸惑って、大変だったんですけど、結構きっかけで良くなったのが1個あって、朝会をエンジニアだけで一緒にするようになって、スカイプで福岡とつなげて、今日はこういうことをやりますみたいな話と、あと、こういうことでちょっと困ってますみたいな話をチームが違うんで、もともとはやってなかったんですけど、それをやるようにして、そしたら結構改善されよう。うまく、例えばコードレビューお願いしますとかやっても、そんなに回ってなかった、なんか気づいてないとか、そういうのが結構あったんですけど、そういうのを気づいてもらえたりとか、困ってることをちょっと相談したら、実は相手はもうそういうことを経験していて、みたいなとか結構、うまく回るようになりました。そういう改善って誰が言い出すことが多いんですか？多いのは、福岡のいる人たちが結構 僕のことを結構考えてくれてて、こういう風にしたらもっと良くなるかもしれませんねみたいな話とかをしてくれるので、なんか その朝会以外にも1週間に1回
なんかエンジニアだけで集まりましょうみたいな話とかもしたりとかして、なんかこういう話が熱いんですよとか、こういう挑戦やってみませんかみたいな話を座談会みたいな感じでやってるとかも、福岡の人たちが出てましたのでとかあります。ありがとうございます。なんかちょっとですね、情けが足りないのか思った以上にすごく言ってほしいなと思いまして、実はあの事前の打ち合わせの時はですね、いい感じのお酒が入ったホットキンの弾丸の話とか上の人たちがムカつくって話がいるんですよ。そんな話したいっけ。僕部長そこにいるんでやめてください。それはちょっと政治があるから言えないというようなところですかね。はい、ちょっとなんかそっちの方向の話もちょっとあまりに優等生な話が出過ぎるので、もっとぶっ込める内容を。安定とか生存とかって何なんだって話になりそうなので、まあ確かにちょっと切り口をザクッと変えていってみたいと思うんですけど、あの若手だからこそ自分が年齢低いとか、まあ、それだからこそ困ることとか、なんかそういうことってあり、社内で仕事をしていたりとか、それこそコミュニティの活動をしていたりとか、まあ、皆さん結構それに関わってると思うんですけど、うん、何か感じることとかってあったりしますか。若手だから感じる、若手だから感じること、若手だからか何なのかは分からないけれども、何かそういうこうなんでしょうね、例えば政治に巻き込まれるとか、なんか思いもしないところからまさかりが飛んでくるとか。まさかりはまあありがたい話なんで、まあ、飛んでこない、あ、とん、まあ、まさかりは飛んでこないに起こしようとないんですけど、まあ、大体あの特にパールの方々って最近すごいこう、あのなんていうんですかね、コミュニティが温かい感じがしていて、まあ、僕は昔知らないんで、昔だったか知らないんですけど、今のパールコミュニティすごい温かくて、まさかりも愛があって良いみたいな、だからまあ学びになるし、 ありがとうございますみたいになるから、まあ、あんまりまさかり飛んできて嫌ってことは全然ないし、まあ、政治とかはなんていうんですかね、なるだけ避けるみたいな。あとはただあのどうしてもこう自分の有利な方向に政治する必要があるときはあって、そこはまあなんかあの上を巻き込んだりとかよくしてますね。部長に投げてみたりとか。はい。いつもありがとうございます。ここで、はい、じゃあ、ね、そうですね、若手だからっていうのはかは分かんないんですけど、まあ、一個人の意見っていうのは、まあ、比較的上に発言しにくいかなっていうのは感じますね。なんかただ一人の開発者がなんかギャーギャー言ってるってことを別にその管理者、まあ、あの情報管理する人たちがすぐにそれを取り入れるかっていうと、まあ、結局それって一人の意見しか見えてない、一人の個人の意見なんで、まあ、それにいちいち答えてられないっていうのがその管理する側の、まあ、言い分としてはすごい正しいっていうのがあるのは分かります。で、まあ、最近感じているのはやっぱりその一人で個人として発言するっていうのはそこまで力にならないので、まあ、チームとしてうちのチームはこういう意見なのでこういう提案をしたいのでよろしくお願いしますみたいな、そういう感じにしていかないといけないなっていうのは感じています。それは、最初のうちは感じてなかったけれども、ちょっとまあ社会人経験してきて、会社で働くってことを経験してきて感じてきたって感じですか。そうですね、最初の頃はあまりなんか提案していくとかそういうところもあまり余裕なかったっていうのも多分あるかもしれないんですけど、まあ、比較的最近そういうのを感じやすいかなとは思います。なるほど。なんか DNA さんとか人数めっちゃ多いじゃないですか。そうすると私、まあ、すごい一般的な意見として大きい会社ほどそういう一個人の意見っていうのがなかなか通りにくかったりとか、それこそちょっと上に意見を通すのに頑張んなきゃいけなかったりとかってあるようなイメージ、一般的なイメージあるんですけど、その辺ってどうですか。そうですね、なんか僕個人としては今のところそうなんかすごい上に掛け合わないとみたいなことはなくて、うん、基本チームのなんかあの、まあ、最初は普通にリードエンジニアの方とかに話して、でそこでなんかコンセンサス得られたらなんかそのままあの上に上げてくれたりとかしてくれもらっちゃってるので、あんまりそういうのを今のところ感じたことはなくて、どちらかというとなんか僕個人としては結構その若手だからみたいなのに若干甘えてる部分があって、若手だからこうなんか
こう言っちゃえみたいな感じで言っちゃう時が結構あって、なんかこう例えばなんかこういろいろな歴史的経緯があってそうなってますみたいなところを、でもこれクソですよねってこう言っちゃってなんかまあ許されるかなってちょっと思って、なんかこれクソですよねって言っちゃうみたいなのとかがあって、でもなんかじゃあお前が直せみたいな感じで自分で直すみたいなのをやったりもしたんですけど、なんかそういうのをなんかこう自分としてはなんか別れっていうのを逆になんかこう心理的障壁をなんかそういうのを言うのを取り除く意味でなんかよく分かってないし、まあそういうこと言っちゃうよねみたいな感じで言っちゃうみたいな時はありますね。まあうちの会社大きいっていう話だとなんかまあ大きいので、なんかこう新しく入った自分みたいな新卒のなんか人間とかだとなんか自分のチーム以外の人とあんまりなんかこう知り合う時がなくて、なんかその辺の人たちですごい人たくさんいるのに、そういう人たちとコミュニケーションを取るのがちょっと難しいかなっていう思う時もまああったんですけど、最近なんかスラックとかでまあなんかこう会話したりとかもしやすくなったので、まあその辺もまあ改善されてるかなって感じで、僕はどちらかというとなんか若手って言えることに対してなんか甘えてるので早く若手を卒業しようみたいな気持ちです。じゃあ結構若手であることっていうのを逆に活用しつつやってるような感じですね。はい、なるほどですね。あります。そういう感じって他に使ったことある人います？僕とかは若手の特権を最大限利用していて、本当に、まあ、権限のある人とかに言いまくっていて、あれ入れましょうこれ入れましょうとかっていうのをもうまあそうですね、例えば最近の聞いたチーム入れようって話とかあった時ももうなんか直接部長に言いに行ってこういうのいいんですよ入れましょうよってやったりとか、なんかこうビッグクエリ試した時とかもこう部長に直接言ったりとかして、まあ、そういうのもありますし、こう若さゆえの過ちなんですけど、こうガツンと言ってまあまあみたいな感じになって、まあ、それで逆にこうコミュニケーションができて、まあ、なんかチームワーク深まるとかもあるんで、なんかこう2年1年半やって思ったのは若さっていう特権はなんかうまく使わないといけないなっていうのはね、ありますよね。なるほど、むっちゃ久石さんうなずいてます、ね。僕も1社目の時に新卒入った時に、アークっていうフレームワークがあって、はいはいはい、アークっていうフレームワークは本当に僕は全くもって理解できなくて何なんだよこれみたいなことを結構言ってた。でそれでなんか今思うとめっちゃ多かったなみたいなことを思ってうなずいてました。今なら逆にもう多分そろそろ中堅って多分年齢じゃなくて社会人って言われる頃だと思うんですけど、うん、若手から中堅に移行するにあたっても、まあ、若さを前面に出してこう耐えたりしていくみたいと、なんか違うアプローチがあってちょっと老害になったりとかっていうのはあったりするんですか？老害には多分ならないように頑張ってるんですけど、普通にそこまでまだそこまで老害とかを考えたことはない。老化ですね。あ、老化。ちょっとずる賢く。ずる賢く。特にはないか。純粋だ。純粋。純粋。僕純粋なの。ピアなので。ピアなので。ピュアイ。すぐ言っていいと。すみません、なんかちょっと変な方向に行ってきましたね。酒足りてる？もうちょっとだけ飲んだ方がいいんじゃないですかね、うん、やっぱり。ちょっと乗ってきた。乗ってきたかもしれない。もうちょっと乗ってきた感じ。もうちょっとぶっ込んでもいいんですよ、皆さん、はい。まだ様子見しますね。まだ様子見してますね。あと10分後ぐらいにはきっともっと活発になってくる。あと何分あるか、ちなみに。あと何分くらいか。あと20分。ああ、最後の10分。そろそろとギアを上げていかないといけない。そろそろギアを上げていかないといけないので、ちょっとエンジン、あのガソリンが足りないから。そうですね、ガソリンをね。じゃあちょっとだけ次の話いきます。さっきからもう先輩の影響とかも、社内の人とかの影響って話になったと思うんですけど、そらくここにいる人たちって、なんか勉強会ボタンしたりとか、ちょっとブログ書いたりとか、コミュニティに貢献するみたいなところを結構やってる人かなと思うんですけれども、そもそもなぜコミュニティに貢献しようと思ったのか、それってなんかこう、自分のアピールするとか、意図とか、なんかそういうものってあったりとかするんですかっていうのを、多分去年、1年目で登壇してたのがすごく印象的だったので、その声さんから聞いていきたいです。登壇者様だ。そうですね、一応去年初めてヤッシーさん化して、なんかまあ、
新人で特に話すこともなかったんですけど、なんか話したいなとかって思ってたら、なんかそんなことをツイッターでちょっとつぶやいたら、ソンムーさんとかにとりあえず応募してが考えるんだよって言われて、まあ、なんか応募してみたらなんか採用していただけたのでちょっと喋ったんですけど、まあ、なんか去年もなんかそのコミュニティとの関わり方みたいな話をちょっとしたんですけど、まあ、僕がそのコミュニティと関わりたいなって思うのは、まあ、やっぱ一番大きいのはそのさっきちょっと話したんですけど、パワーリーやり始めた時になんかそう他の人のブログとかすごい役に立ったっていうのがあって、やっぱりそういうのでなんかこうコミュニティの中とか、まあなんかこうでかいこと言うとなんか業界として盛り上げていくぞみたいなのがあるのが、僕はなんかそのこのウェブ業界のすごいいいところで、なんか自分がそのやってなんか専攻変えてなんか情報系行こうって思った一つのきっかけだったんですけど、なんかそういうことをやってるっていうのがすごいいいなと思ってて、なんかその中の輪に自分もちょっとでいいから入りたいなと思ったのが、まあ、きっかけでした、うん、でそうですね、まあ、あとはなんかなんだろう、やっぱこう登壇とかしとくとなんか名前を覚えられてなんか懇親会とかで喋りかけやすくて便利みたいなのもありますよね、やっぱり。なんか登壇したりとかしたことで社内やっていく上で何か変わったことって分かったりするんですか？その外に出てると、なんかさっき僕その会社の人数結構多いのでチームの外の人とあまり関わる時がなくてみたいな話をしたんですけど、外に出てるとなんかそれを見てくれてる人がいて、なんかそうするとなんか名前とか覚えてくれて、この間なんか出てたよねとか言って話しかけてもらえたりとか気にかけてもらえたりするのが、その社内の仕事では全く関わりない人たちでも結構そういうのがあって、なんかこう会社の中でなんかコミュニケーションを取るなんかまあためのきっかけにも結構なってるかなとは思ってます。会社が大きいからこそ社員の中でプレゼンスを上げていくにあたって、コミュニティの参加っていうのは結構良かった。そうですね、まあ、あとはなんかどんなことに興味があるのかっていうのをなんか外で喋ってると、なんか最近なんかそういうことに興味あるらしいけどなんかどうなのみたいな話をされたりとかもするので、なんか会社のなんか会社で仕事をする上でも僕の中では役に立っているかなと。ありがとうございます。パピック先生、パール入学式の校長としてなんか結構活躍してますけど、その辺どうですか？はい、なんかまず なんでやってるかって話なんですけど、そういう活動とかを僕はパールの、モットーというか There is more than one way to do it、 やり方はいろいろあるっていうのがあると思っていて、でこれ別のとこ書いたんですけど、パールという言語に対する貢献もいろいろあると思っていて、例えばパールのコアを書く人も貢献しているし、すごい著名なライブラリを書く人も貢献していると思うんですけど、コミュニティを作って盛り上げる人も貢献していると思っていて、それはこう言語コミュニティ全体の活性化っていう意味で、なんか僕、まあ、やっぱり頑張ってるんですけど、まあ、そんなこういいアイデアがいっぱい出るわけでもなく、まあ、その当時は学生だったんで、まあ、なんか仕事をしてアイデア出るわけもなかったんで、いい貢献の方ないなって思った時に、こうそういう貢献の仕方もあるなって思ってやったりとかした部分はやっぱありましたね。まあ、もちろんぶっちゃけな話、採用というか当時入学式作った時は学生だったんで、まあ、そういうのやっとくと採用の時、就活の時有利かなって思いはあったんですけど、やっぱりその大きいところとしてはそのパールへの恩返しというか、まあ、ヤップシー2011初めてヤップシー行ってめちゃくちゃ面白くって、この言語で僕は飯食っていこうとなんか気持ちを持って、そういうふうに思わせてくれた言語に対する恩返しとしてそういう活動を始めたっていうのがありましたね。実際就活に役立ちました？めっちゃ役立った正直めっちゃ役立ったやっぱ一番いいのは僕就活の時はさっきパールで飯食うって決めてたんでパールの会社は行かなかったんですけど、皆さん知ってくれてて僕のこと、入学式の人ですよねみたいな感じで、僕向こう知らないのに知ってくれてて話がスムーズに進んで、やっぱりそのやっててよかったなっていうのはありました。やっぱり結構実生活でもかなり仕事の面でも役に立った。そうですね、やっぱそういうのでこう名前を知ってもらったおかげでいろんなコミュニティとかから情報がこう得られたりとかしていて、まあ、なんかパールの中でも最新の知見とかを得られてそれを仕事に生かしたりとか、それでこう発信してなんかいい影響を与えたりとかってなるんで、やっぱりそういうコミュニティの活動をしていてよかったと思うし、これからもやっぱりこういろんな形でやって、まあ、僕だけじゃなくてみんながこう、ま、幸せになれるように巻き込んでいきたいなっていうのは思うところですね。はい、なるほど、ありがとうございます。ミハエルはなんかこう結構ブログは書いてるよね。そんなにない。あれ、まあ、一番ちょっと前の2人とは全然違って、あまり前に出たりコミュニティに積極的に参加したりとかっていう活動はあんまりしてないです。まあでも、まあ、ここに出てきてる人自体がまあ珍しいんですけど、
多分おそらくほとんど多くの人は多分前に出ないっていう人の方が多数派だと思うんですけど、なんだろう、まあすごいみんな よくできた人でその貢献しようっていうのが力湧き出てきてるのがすごいなっていうのが率直な感想です。まあ自分はまだそこまでなんかできてる感じではなくて、まあぶっちゃけ言うと、まあ、あの自ら貢献しようっていうほど、なんて言うんだろう、のなんアクションを起こすっていうところまでなんか出てきてないっていうのが、まあ、ぶっちゃけた本音なんですけど、まあ、多分多くの人はそうだと思ってて、まあなんだろう、まあ、それでも、コミュニティっていうのはすごい大きなもので、まあ、ちょっと話がずれちゃうんですけど、自分がこっちの業界に入ることを決めたっていうのが、地元の新潟の開発者のコミュニティがあったからっていうのがかなり大きくて、まあ、それまでかなりなんか就活するにしても就職するにしても、まあ、なんかダラダラ食べていくぐらい稼げればいいやみたいな、すごいかなりなんだろう、上昇志向がなかったりとかしてたんですけど、まあ、コミュニティに積極的に貢献してる人たちって本当にすごい人たち、エネルギッシュな人たちが多くて、初めて勉強会に行った時に本当にすごい人たちのエネルギーを受けて、まあ、自分もなんかこういうことをやっていけたら面白いのかなとは思って、あ、それから積極的になろうっていうのはちょっとは変わったんですけど、まだまだその前に出て貢献しようとか、まあコミュニティの運営に貢献しようとか、言語の、まあ、なんかライブラリのコミッターになろうとかっていうところまでは行ってないっていうのが正直な感想です。はい、なんかすごい微妙な感じなんですけど全然大丈夫です。なんか多分同世代でこうやってやってる人がいたりとかすると思うので、割とこういう情報は入ってきやすい環境にはいると思うんですけど、それに対してなんか影響を受けてちょっと自分でやってみたりとか、別にコミュニティに貢献することだけが社会人として生き残っていく戦略ではないと思うので、これに対してなんかこういうことやろうかなって思ってたりとかっていうのはあったりとかします？そうですね、結構パビックスもすごい近い存在なので、まあ研修も一緒にやってたりして、まあ、まあ勤務地も近いっていうこともあって、まあたまになんか勉強会とか、なんだろう、まあ、交流会みたいなの一緒に行くんですけど、まあそういうパックが近くにいるってことで、まあ影響を受けて、まあ自分もなんか多少なりはライブラリとか作ってみて公開しよう、オープンソースでなんか出してみようっていうのは、まあなんかそういう意識は芽生えてきています。ちょうどなんかタイムラインにミハイルが作ったライブラリーが探されているので、ちょっとリサイスさんにコミュニティのところら辺を、はい、すごいびっくりな振りが来たコミュニティの話を、するとすごい長くなったんですが、そもそも僕は大学3年生ぐらいにワンのコミュニティに入り始めて、その入り始めたのがブログを書き始めた。でそのブログで、まあ、徳ひろみさんとか、マキさんとか、まあ、GFX さんとか、あとは、まあ、Twitter を介して、まあ、なんかコミュニケーションっていうか、まあ、見るようになってで、一番大きな事件というかのがあったのが、ダンコガイさんに、勝手に検索されました。それで、あ、すげえなってまあそこで、まあ、そういうのとかも勝手に検索で何なんだよって感じなんですけどめちゃめちゃありがたい話じゃないですか、担当会さんに検索されてそういうのもあって、結構ブログを書いていて、そこで教えてもらうことがなんかファンの人たち結構優しいんで、そう結構教えてくれるんですよね。でそれで教えてもらって、で就職の時とかも僕もミハイルと一緒で上昇志向とかなくて、マジに就職とかしたくねえみたいな感じだったんですけど、杉山さんっていう人が、説明会来ないのみたいなこと言ってきて、じゃあ行くかみたいな感じでノリでリクナビ登録して、ポチッと押したら、なんかそのまま面接が通ってみたいな感じで、トントントンと進んで、開発に入れたみたいな感じだったんで、まあ、コミュニティにはすごい感謝しているような感じですね。ありがとうございます。ちょっと最後の未来と私のところでですね、ツイッターで質問が来ているので、これを拾ってみたいなと思うんですけれども、まあ、プログラマーで一生飯は食えないと
まあ、35歳定年説とかみたいなところがあって、今までコミュニティの話とか今仕事の話みたいなことをしてきたんですけれども、これから将来ですね、まだ若くて仕事していくのも何十年もあると思うんですけれども、これからどういうふうにやっていきたいと、まあ、一エンジニアとして技術者としてどういうふうに関わって、自分の仕事やエンジニアというものに対して向き合っていきたいのかみたいなところをちょっと聞いていきたいなと思っておりまして、じゃあ曾光遠さん。はい、そうですね、なんかぶっちゃけ未来とかよくわかんないんですけど、でなんか今仕事も始めてまだ1年ちょっととかなので、なんか正直なんかこう目の前になんか今自分がかかってるサービスが抱えてる問題とかをなんか良くするとか、なんかそういうのになんかまだ別に必死になってるだけでいいというか、なんかのがとりあえず最初かなとは思っていて、まあとはいえなんか今後どうしていくのかみたいな話は、まあ、考える時もあるんですけど、なんかぶっちゃけよくわからんって感じで、なんか多分どの業界もそんな感じだと思うんですけど、特にこの業界なんかはもう何が起きるか本当によくわかんなくて、で僕なんか楽観主義なのでなるようになるかなと思っていて、でなんかこうなんだろう、とりあえず今はなんかこう目の前にあることをなんか頑張ってやっていけばいいかなぐらいにしか考えてないんですけど、まあ、ただなんかとはいえなんか今後もなんか今の仕事を続けたいと思っていて、まあ、なぜなら楽しいからっていうのもあって、今なんかまだなんかこうダメな部分とかもいっぱいあって、なんかなかなかあれなんですけど、まあ、仕事ではなんかこうチームの人もいるので、まあ、なんか自分ができることをやりつつ、なんか自分のダメなところは他の人と補ってなんかうまくやっていけばいいかなっていうぐらいですかね。もうあとはなんか楽しくこの仕事続けていきたいぐらいしか今ないです。パピックス先生。僕も全く同じで、やっぱ将来って分かんないと思っていて、この業界何が起こるか分かんないし、技術もこう明日どうなってるか分かんないという情勢だと思っていて、その中でまあこういうプランを立ててやっていくってもいいと思うんですけど、まあ、そういうのに考える時間よりは今目の前にいっぱい楽しいこと転がってるんだから、それをね片付けていきたいという気持ちが強くて。ただまあ僕が一つ言えるのは、やっぱ楽しく生きたいっていうのは本当にあって、まあ楽しく生きたいんですよ。ただ楽しいと楽は逆違うってことがやっぱあると思っていて、例えば僕今楽しいのはすごいこうやってるサービスを安定してデプロイする仕組みを作りたいというのがすごい楽しくて、それやるためにはいろんな知識が必要で勉強しなきゃいけないし、それは楽ではないんですよ。でも楽しいんで、まあそういうこう楽しいいい業界で楽しくこれからも楽しく働きたいっていうのが、まあ、本当同じこと言ってますよね。だいたい合ってる。じゃああとミハイルに。自分もまあだいたい同じなんですけど、まあ、将来のことをそんななんだろう綿密に考えたところで結局どうなるか分かんないとしか言いようがなくて、まあ、何かが変わるっていうのだけはまあ多分確実で間違いないはずなので、まあ、変わるっていうことを前提に生きていくしかないって思ってます。まあそれで。まあ、個人的な、まあ、趣味思考もあるんですけど、一つのことを突き詰めるより、まあ、本当に個人の感想なんですけど、一つのことをやるよりは、まあ、いろいろ手を出していきたいなって、まあ、かなり気分屋でその時時々でやりたいことが全然違うので、まあ、その時の興味のあるところをひたすらやっていこうかなって思ってます。まあ、今の仕事も今の興味とマッチしてるっていうところもあります。はい、じゃあ最後、久々さん。未来どうなりたいかだと、まず転職した理由が、僕は自分の弱みを直したいなってまずあって、それが弱みっていうのは、ファール一つしかできないっていうことだったんですけど、で転職して結構いろんな言語を Ruby とか Go とか、JavaScript とか OpenScript とか、まあ、いろいろもういろんな言語をやりまくった結果、なんか案外それは、まあ、できるなってことに気づき始めてきていて、で最近ちょっと考えてたのが、もうちょっと自分の強みっていうか強みを見つけて、そこをこうより高めていくところをやりたいなというふうには思います。ありがとうございます。ちょっと皆さんの話をまとめると、生存戦略と言いながら戦略はありません感じの話にまとまりそうな感じですが、若手っぽい連絡ありませんというような形でちょっと一旦締めたいなと思っております。ひどい。では、会場の方々から質問、ちょっと早いんですけど、質問があれば伺いたいなと思っております。その前に
ました。マイク1個でいきます。あ、はい。ありがとうございます。ないんですか？いや、質問。ギリいける。あ、ギリいけそう。まあ、前に出て立てばいいんじゃないですかね。立ってます。確かに。大変面白かったです。自分の会社では私内部年取ってきて老害って言われるぐらいです。若い人の立場からなんか提案したりして、結構年上の人に蹴られたりして、なんか将来この会社とか IT とか大丈夫なのかとか、そういうことを思ったような経験あったら教えてください。ある人質問を送ります。あ、はい、まあ若い人から老害を駆逐する方法と。すげえざっくり言った。絶対違う。違うと思う。まあ、若者として上の方々に何か提案したりとかしていることがあればですね。なんかありますか。なんだろう。これで合ってるのかわかんないんですけど、例えば、今の開発環境の今の開発環境ってすごいリッチじゃないですか。明らかに使うマシンパワーも桁違いなんですけど、まあ、そういうのが昔の開発環境って今のとは全く違って、まあ、もっと小メモリだしマシンパワーも全然食わないあった時代があったと思うんですけど、まあ、そういう時代の考え方が残ってて、今の環境の開発環境とかに、なんだろう、いいマシンを使っていいスペックを用意するっていうところをなんかちょっと渋るみたいなところは、うん、もしかするとあるかもしれない。まあ、そういうなんかやり取りがあったようななかったようななんだろう、まあ、最近の開発環境はすごいマシンパワー要求しちゃうので、どうしても開発を効率よくするにはそこにお金をかけないといけないなっていうのはちょっとあります。つまりマシンを買えと。そういうことです。、はい、金の弾丸を使う。なるほどね。金の金の弾丸をっていう感じ。はい、あ、大丈夫、カープなんで飲み切ったんで。大丈夫です。あります。なんか上司とのコミュニケーションっていう話で言うと、僕はその上司がちゃんと納得することを言ってくれるまで延々と言い続けるんですよ。まあ、そうやってこうどっちかが納得するまでするっていうのはなんかなんですよね、その年、まあ、上の人とのコミュニケーションで気をつけている。なんか中途半端に終わるんじゃなくて、こうどっちも納得して、まあ、僕が言ってダメだったねとか、向こうがあそれいいねっていう風なところまで中長期的にでもいいんでやっていくっていうのは、なんか下から言う側としてはなんか大事にしてるつもりです。で、それに付き合ってくれる上の人がいるとすごい嬉しいなって僕は思います。そんな感じ。付き合ってくれる大人がね。以上。他に質問があれば。他にご質問があれば。なんかさっきの話を続けてみたいなんですけど、逆にその老害って、まあ、この辺この人は今老害っぽいこと言ったみたいな、まあ、どういうところを見て、まあ、老害っぽいなみたいなことを思っちゃうんでしょうか。厳しい。老害は年上のよくベテランのちょっと古い意見というのはどういうふうに古い意見だと思うのかってことですね。老害ポイントを教えてほしい。老害と思うよ。老害さん。どこをどうやったら老害と思うかみたいな。老害と思うようなポイントがあれば教えてほしい。なんかあんまり思ったことないで分かんないですけど、なんか僕が一個思ってるのは、なんか絶対にこう経験のある人の方が今までいっぱいいろんな経験をしているので、なんかこう知識も深いというか対応力あると思っていて、でなんかただなんかそれになんか固執しちゃって、過去こうだったから今回も絶対こうみたいな感じで、こうなんか過去と同じ状況とは限らないのに、過去と同じ状況っていう前提でこういう時はこうだって話しちゃうと、やっぱりなんかこう柔軟性ないかなとは思っちゃう。なんかその自分の経験にすごいなんかこう圧倒的な信頼を寄せていて、なんか今はその時とは違うかもしれないし、まあ、同じ可能性もありますけど、てかまあ大体多分なんか同じような状況になると思うんですけど、それでもやっぱ昔とは違う時もあって、でその時に過去こうだったから絶対今もこうだよって、なんか経験だけでなんか言っちゃうとちょっとそうっぽいかなとは僕は個人的に思います。それっぽい。それっぽい。
あ、さあ、あります。どうがいい。と思うところ。大体もう言われてしまったりするんですが。なんか。なんかあれですよね。あ、いいですか。ちょっとこう話を下の話を聞いてくれなくなったら老害って感じるなっていうのは思いますよね。なんかさっきのワニなんですけど、こう我々が言ったことをあうっせえ黙れみたいな感じになってくると、あこの人老害だなって思うことはあるかもしれないくないですか。それがなんか開発とか話だったらさっきゾンコエさんのパターンみたいな感じだと思うし、開発とか運用の話とかだったらと僕は思います。まあ、経験だからこうだとか過去だからこうだっていう形でコミュニケーションシャットダウンそう放棄する人っていうのが老害だと感じるというようなことです。はい、ありがとうございます。他に何かご質問がありましたら、あ、そこに前から大変貴重なお話があります。貴重これミサイルさんに質問があります。お、名指しだ。お三方に比較してコミュニティ活動をそんなにやられていないおっしゃられて、登壇もめったにしていないのですが、本日はこうやって貴重なお話をされてみて、どう今感じられているかというところを、まあ、次回もこういった機会があればで大丈夫なのか、ちょっと教えられていただきたいと思います。というところに今の体感値みたいなところをお教えいただきたいと思います。はい。あ、苦笑するのか。あ、苦笑は大丈夫ですか。あ、はい、お願いします。まあ、ミハイルさんに質問で、コミュニティ活動これまでも関わってこないってことだったんだけど、今回、こうやって登壇してみてどういうふうに思っているのかっていうところですね。はい、まあ、今回出てきたのは、いつまで勝田さんに決められたっていうのがあるんですけど、まあ、いい機会だと思ってて、普段あんまり前に出ない人の意見って、おそらくほとんどの人は聞くことはない、すごい地味に貴重な意見じゃないかなって個人的に思ってて、まあ、それを言えたのは良かったとは思ってます。まあ、ちょっとあまり前に出たがる性格じゃないんで、今後またすぐ出たいかって言われるとそうではない。またしばらく隠居したいなっていう気持ちが強いですね。はい、そんな感じです。これで大丈夫。じゃあまた私がミハイルを前にいっぱい出してこればいいということかなと思ってます。他に何かご質問ある方お願いいたします。弱いんで僕、私も来年から新卒でエンジニアやるんですけど、すごく勉強になりました。それちょっと皆さんに聞きたいんですけど、就職してなんか業務中にやべえマジやらかしたっていうようなで、それをなんとかして生き延びたぜみたいな体験があったら教えてください。就職してからやらかしたことと、それやらかしたと思いながら生き延びたことのエピソードですね。はい、では手前からいきます。生き延びた、いや、なんかやらかしたって思った時、そもそも生き延びれないんですけどなんかやらかしたのはもうやらかしたなので、なんかしょうがないかなっていうのがあるんですけど、なんか、なんですかね、あ、僕が一回やったのは、なんか DB のスキーマ更新しなきゃいけないのにし忘れたままデプロイしちゃって、なんか、あーみたいな時があったんですけど、なんか、まあ、そもそもそれって作業でやんなよっていうのがあって、なんかそこ自動化した方が良くないみたいな改善ポイントかなみたいなのがあるんですけど、でもその場合もなんかやらかしちゃってるので、なんか生き延びるとかなくて普通にサービスに影響を与えちゃってるんで、まあ、なんかもうクソなんですけど、なんかそのやっちゃった時にじゃあどうしたらいいかっていうのは、多分再発しないためには何をしたらいいのかっていうのを考えることかなと思って、まあ、なんか多分やっちゃうんです。人間なんか誰でもミスするので、多分なんかどんな方でもなんか一回は絶対なんかこうやらかしちゃったみたいな経験あると思うので、なんかそのやらかしちゃった時に、じゃあなんか一回やらかしたなら次絶対やらかさないぞっていうので、こう同じことをもう一回やらないように、なんか対策を打てるんだったら対策を打つのがいいかなと思います。はい、まあ、僕も1年半やってて割とやらかしていて、まあ、なんかサーバーの公開鍵の管理ツールをやっていたら鍵吹っ飛ばしたとか、あ、まあ、あのサルベージして大丈夫だったんですけど、まあ、その日は1日潰れてこうおーみたいな感じだったりとか、最近だとあの
こうステージングなんですけど、あのワーカーのポーズ立ち上がってなくてステージングがぶっ壊れたりとかしたりとかしたんですけど、多分本当そうで、あのまず起きた時にはもうあのしょうがないんで、絶対やらかさずに生きる人いなくて、多分あのここにいらっしゃるベテランの方々絶対にやらかしたはずなんですよ。一度はやらかさずにここにいる人は多分なんかすごいと思っていて、まあやらかすので、やらかした時にはまあ頑張る、そこはもう頑張るしかないで、あとはさっきゾンコさん言ったんですけど、本当再発しないように気をつけるっていうのが大事だと思っていて、まあそういう心構えが大事かなって思います。あの自分も大体同じ感じなんですけど、まあ、DP の変更込みのものをあの本番に配布した時に、まあ、エラーが出ちゃって、まあ、慌ててリバートして巻き直したら、まあ、さらにひどい状況になっちゃったっていうのがまあ多分あるある感があるんですけど、まあ、その時、まあ、その原因だったのが、まあ、本当にしょぼいシンタックスエラーで、まあ、ちょうどそこの動いてる部分のテストがかけてない状況になってて、でそこを動かしてれば絶対そこ気づいた、なんか本当にアホみたいなミスがあったんで、まあ、その後はそういう部分もテストかけるようにちょっと整えたりとかはしました。はい、そんな感じです。はい、やらかした記憶がそんなにない、僕すぐ忘れるんで記憶がないんですけど、すぐ忘れるなんかあるのが、年末年始の1月1日に、ソーシャルゲームのイベントが開きますみたいなやつがあって、であのそれは事前に用意していて、あの確認するだけだったんですよね。で確認、1月1日0時になった隣にパッて見たらエラーが出てるって、でうわーやばいってなって実家で直すってことをやったんですけど、その直す、あのなんだっけ、その原因が、昔の1年前のデータを消してなかった。でそれで、出ちゃったんですけど、でそれのやった時にすごいソンムーさんに褒められたのは、どういうふうに、こういうふうに、直しますみたいなのを結構 IRC とかに書きながら進めていたっていうのと、それをすぐ対応したっていうことがわりかし褒められて、まあ、そこは重要だなと、どう直すのかっていうのをみんなに共有しながらやるっていうのと、それを早めに実行していくっていうのが大事だなとは思いました。ちょうどその話が出たので、この後ですね、同じ部屋で弊社のエンジニアパルパレラさんの、うっかりうなくす技術という発表がありますので、そちらを聞いていただくとすごくいいんじゃないかなという便利だ、便利、便利、まあ、次はこの部屋ですね次が最後の、あ、すみません、これ大丈夫ですか。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、次が最後の質問ということで、誰か最後の質問いただける方おりましたらお願いします。おらしい手を挙げない最悪だ。楽しい話聞かせていただいてありがとうございました。でちょっとここにいる方たちが年齢層が分かんないんですけども、多分30以上の方が多くて、まあちょっと自分もあれこういう感じなんだっていうか、ゴムじゃないんですけどもっとこう最後に皆さんの若いフレキシブルなことをいただきたいなと思っていて、例えば10年後ほらこうなってるぜとか、10年後1000万を稼ぐぜとか、さっき津田さんがお話しした無職上司だからこいつより上に行ってやるぜとか、そういうまあ野望みたいな、まあ最後生存戦ではないって言ったんですけども、そういう漠然としたこの時にはこうなってたりとか、そういったことがあればちょっと聞かせていただければ、もうおじさんたちはちょっと若いエキスもするので、ちょっと若いのかなと思うので一言いただければと思うんですけど、大きな青い野望を一言でいただければと思ってます。じゃあ目が合ったパピックス先生さっきも言ったんですけど、僕は楽しく働きたいんで、まあ、ガイアックスという会社をエンジニアにとって最高の会社にするっていうのが僕の野望です、うん、はい、すごい綺麗、いいこと言った、いや本当そう思ってんで僕さあ、お前自分はかなり個人的な私利私欲なんですけど、クソアプリで人は負けて隠居するっていうのがいい話はい、それがやりたいです。さあ次は僕も金が欲しいんで金が欲しいんで金を稼げるようなエンジニアになります。じゃあ最後に、最後に、じゃあ僕もお金欲しいのでそのためにはやっぱこう力つけなきゃいけないみたいなのがあるので、
力をつけて IT 芸人じゃなく有名になりたいです。で必要とされてお金もらってすごいが目標です。そんな感じだそうです。ありがとうございました。ぜひぜひ実現させてください。はい、ということで時間なのでこちらで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。